神戸三田国際公園都市北折三田ニュータウン、フラワータウンフラワータウンは、兵庫県三田市にあるニュータウンの一つ。兵庫県が雑木林などからなる丘陵地を開発し、1973年工事、寄港、1981年に一部地区の入居が開始され、翌1982年に町開きした。神戸三田国際公園都市の南部、 北雪三田ニュータウンのうち、最も早く開発が進められた地域で、三田の中心市街地より標高が高いのが特徴。富士が丘、狭間が丘、弥生が丘、向こう。同駅は1991年に三田線の横山駅から分岐する形で改良し、JR 宝塚線の三田駅へは約7分で結ばれている。駅前にはイオンをはじめとする。 各種専門店が出店しているフローラ88ショッピングセンターが1988年に開業し住民の生活を支えている。各テナントが大英として開業した当時は周辺にこのような大規模な商業施設がなく宝塚市や川西市など遠方からも買い物客が押し寄せ、特に週末は買い物客でごった返すほどの人気店で売り上げでも常に上位にあったとされる。 現在は付近に競合する店舗が増えており、かつてほどの盛況は見受けられなくなった。同時期に、近隣の深田公園において、ホロンピア88.21世紀、公園都市博覧会も4月17日から8月31日まで開催されていた。駅付近にはいくつもの団地や構造マンション、その周辺には小建て住宅が整然と立ち並び、 公園や緑化されている道路の路側帯などと相まって緑の多い街風景が広がっている。タウン内にあるすべての橋には街の名の由来でもある花の名が冠されている。橋は歩行者専用のものが多く、車道との分離が行き届いている。タウン内には新規バスが三田駅から乗り入れており、フラワータウン駅に隣接してフラワータウンセンターバスターミナルが設けられている。 タウン内や三田駅方面に向かう路線の他に、三宮、神戸空港への長距離路線である特急三宮線、大阪、新大阪への長距離路線である新大阪三田線、渋谷、新宿への夜行バスである、プリンセスロード号も発着しており、通勤やレジャー目的の利用客に重宝されている。兵庫県立人と自然の博物館と、深田公園三田に公園野球場国内の、 公立博物館としては最大級。三田幹線がタウン内の大動脈である。三田の中心街や中国自動車道の神戸、三田インターチェンジ、隣接するウッディータウンなどへのアクセスを担う。ありがとうございます。